解毒のワクチン。あれね、一見、まあ、たまたまかもしれないですけど、前もお話ししましたけど、NMN の話、うん、階段降りるのが不安症が消えたとか、うんうんうん、っていうのはありましたけど、実際どれがいいっていうのは、まあビタミン D はやっぱりいいのかなって、まあ、シート D は必須かなと思うんですけど、うん、でも解毒せなあかんって思ってる人っておんの、だいぶ、いやそこまで言ってない、まだまだじゃないですかね、まあ徐々にはいらっしゃると思いますけど、でも、でも俺思うねんけど、うん、売った人って売ってしまったって言えへんよな、まあそうですね、まあ面白いって言ったんですけど、身内とか近い人で副作用でなんかおかしくなっちゃったりとか、うん、倒れちゃったりとかが出た人は、うん、自分も打ってしまってやばい、なんとかならないっていうのはたまにありますけど、うん、でもそのあれ自体が、あのワクチン自体が良くないもんやと思って分かってしまったら言わないよな、外であんまり打ってしまったっていう、あ、言わないですね、逆にな、うん、はい、あ、言い方悪いけど、変なもんに投資してすってんてんなったの、人に言わんのと一緒で、うん、そういうことですね、恥ずかしくてな、はいはい、うん、まあ、もうワクチン、他のワクチンですらちょっとこう警戒されちゃいましたもんね、だって、はい、私はですよ、あ、そんなにワクチンやらない方がいいんじゃないかな、みたいな、もう例えばインフルエンザワクチンとしてもですよ、あ、医療機関の様子って変わってきたんですか、だいぶ、あ、まあまあ、三沢さんが行くとこってな、うちらみたいなとこばっかり、そうなんですよね、もともとそっちやん、はいはい、そうじゃないとこ行かんもんな、美容の先生は案外打ってる人多いですね、ああ、疎いの、そういうことに、うん、だと思います、あ、ってことは美容の先生って患者さんに対してもそのちょっとなんていうかな、健康的な、しなんていう、そういう思考ってあんまりないの、求められてないんだな、表っていう感じの方がやっぱりもともと主流なん で、うん、内側からとかそういうアンチエイジングやりたいって考えられてる先生はまだまだ一部ですね、でもこれからそっち違うんですか、そっちです、それを勉強したいっていう先生が増えてますな、だから上部先生のところにちょっと見学紹介してくれないかって話もちょこちょこうだって 中と心の何ていうかな、うん、心の部分と体の健康の部分が良くなったら分からっていくもんな。そうですね。いじくらんで。はいはい。そんなやつ怒られるやろけど。いやいや、実際そうなんですよね。老化しないっていうのが一番大事だもんな、やっぱり。そうですね。なあ、はい。いや、でもそれ、どっちもやらんとあかんと思うんだよな、美容ってこれから。ですね。うん。美容の業界もなんか、でも、いろいろ、あれですよね。うん、やりすぎてなんかもう分からなくなってるような、でも M&A の案件はめっちゃ多いですよ、あ、そうですか、うん、美容は結構もう心斎橋の方とかってすっごい数、うん、私どんどんできるじゃないですか、うん、で、まあ、たまにお問い合わせいただいて、まあ、スタッフの方がもともと飲んでたりとかで、うん、でそこの、まあ、オープン前なんで、うん、経営者の方がたまにいらっしゃるんですけど、うん、全然関係ないやっぱ業種の方、うん、が結構増えてますよね、が美容クリニック経営されるっていうやろうな、うん、で、あ、亡くなったみたいなとか、そう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 、あ、経営が変わったんだとか、そう、すっごい M&A 多いですわ、多いですね、 あれはちょっとそんなになんていうのかな、これからなんかうまくいくというか、うん、地に足つけてやっていけるような形じゃないよな、どうなんですかね、なやっぱり腕がいい人はやっぱ残るんでしょうけど、うん、そそう病気科の方でっつうと、そう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 、美容皮膚科だとね、もうレーザーと何やるんだ、あと、うん、だから美容皮膚科みたいなのに特化してるのも難しいですよね、やっぱりな、うん、いろんなことパッワンストップである程度できるようなことは体制まで持っていかなかったのかな、うん、最近なので美容の先生が内側からっていうので、もうサプリとか全く興味なかったような先生が、うん、もう60代ぐらいの先生とかですよ、うん、が
今になってやっぱこうサプリにご自身で飲み始めて、うん、でクリニックも導入されるところがちょこちょこ増えてきてます、ね。鹿、うん、はしかも、まあ、で一時なんか全然なくなっちゃってたんですけど、うん、あのお問い合わせとか、うん、最近またちょっと増えてきた感じはありますね、うん、はい。まあでもやっぱり鹿は鹿に特化してるって感じで、やっぱり、うん、いや美容との美容評価と一緒になってるとこもちょこ出てきたかなっていうイメージありますね、うん、全国的に。なるほどな、うん、併設、うん、鹿との、うんうん、最近だからとにかく感じるのは M&A、 美容の向けの M&A がめっちゃ多いのと、それと歯科の先生じゃなしに医科の先生があぶれてる、すっごい多いですよ。あ、そうですか。うん、あぶれてるからって言ってそのギャラっていうか給与は下がってるわけじゃないけど、下がってくると思うんですよ。うん、あのそもそもそのもう当直家やとか、ああ緊急はもう満たないとか、うん、あとやっぱりあれちゃうかな、コロナのあの辺、ワクチンのあの辺、コロナのあの辺ぐらいからもうやっぱ現場がもうやっぱ疲れてるみたいなやつとか、目に出てきたみたいな感じとか、はいはい、あと大阪の場合特にこれ公立病院ほとんど閉められてしまったから、うん、半分ぐらい切られたからな、はいはい、維新にね、はいはい、あんなんから出てきて診療所も行くとこないみたいなのめっちゃ増えてますよ今、うん、医科の先生リクルートそんなめっちゃ簡単なんですよ。あ、だから全く今まで美容とかアンチエイジングやったことない先生が、そうあのヘッドハンディングじゃないけど、あの院長になってくださいって、ね、美容クリニックの院長になんかなられたりとか、うん、っていうのもなんかあったりしますね、うん、まあでも相変わらず医者はええのおらんけどね。あ、そうですか。ろくでなしみたいなばっかりやけどまあまあまああのいっぱい回ってるんで、まあ、そういろいろありますよねこれなあどうなんやろこの人らみたいな、この先生とはもう二度と会いたくないなとかありますよね話通用しねえなとかあるよな、なんでこの人アンチエイジングとか言ってんだろうみたいなやっぱおるやろいますいますだって抗加齢学会でお前言ったかもしれないですけど、ビタミン C なんか本当にいいんですかという先生いますからね。おるな、もう抗加齢学会でもうやめてくださいよみたいな。で、そう、抗加齢学会でもそういうことを言う先生がおるってことは、もう、ま、その辺のマッチ医者なんで、まさにもっとひどいな、はい、これ、その辺のマッチ医者がな、これどうなる？若い先生は、学会とかで、まあ、総合病院におつま大学病院とか、あのスタッフのみ、あ、ご自身のみで、病院では置けないけど、自分で飲みたいっていう先生がやっても増えてますね。うん、そうやな、はい、うん、比較的若い先生はちょっとずつこうそういうのも興味持ってきてるのかなっていう印象はありますけど、町医者どうなんだろう。町医者、おじいちゃんおばあちゃんがいっぱい並んでる町医者、これが、そうですよね。あれどうなんやろ。いや、どうなんですかね。まああと20年ぐらいは多分いけると思うんですけど、いや俺現実問題その辺のお医者さん今見てんねんけど、はい、その病院じゃないよ、うん、町の診療所ないから特にな、はい、でまあとにかくおじいちゃんおばあちゃんやねん、ね、で30代40代の人はほとんど行ってないねんな、はいはい、50代俺らみたいな、はい、でたまに子供かおじいちゃんおばあちゃんだけど、はいはい、今子供もあんま病院行かんないんですよ、はいはい、もうそうでしょ。そうですね、ちょっと稼いだからって病院行かんなってきたんですよ、はいはいはい、今あのおじいちゃんおばあちゃんあと10年したら死んでもらうねんから、あれどないなのかなと思ってそうですよね、うん、でそこへ来てあのマイナンバーでしょ。ああ、はいはいはい、うん、あれでトラブってるでしょ、はいはい、おじいちゃんおばあちゃんこれどないなのかなと思って見てんねんから、はい、でしあの窓口負担分また上げてくるんでしょどうせ。うーん、かもしれないですね。ねえ、うん、もう町医者ですよ。あ、こっぱみじんになるんちゃうかなと思ってたけどどうなんやろ。そうそうそう、まあでも厳しくなるでしょうね。うん、相当厳しくなると思うけどな、うん、診療報酬そこで減らされたら、うん、ですね、うん、まあ、それだけやっていればいいっていうのはなくなるかもしれないですね。国、あの診療報酬維持できるんからもうできないんでしょ。いや無理じゃないですかね。もうね、年金と一緒ですよね、どっかで舵切らなきゃね、やっぱり、はい、やめますみたいな、うん、
ほんだらおじいちゃんおばあちゃん見殺しにすんのかってわめくやろうけどまあねそんなこと言われてもよ、はいはい、なんかせんいかなかな緊急性を本当に要するものしか病院なんかいかんでっていう世界に変わらなあかんねんよな、うん、そうですねなあ、うんうん、なあこれほんま面白い世界になってきたな、うん、あどマスクみんな外しましたまあ結構増え発出症は増えてますね、うん、よかったよかったまあ外せない人はもうどうしても外せないんでしょうね慣れてしまったらもう分かんのじゃんすか、うん、あれやっぱ、うん、まあ夏場なんでねやっぱもう外したいっていう人が多くてまあ外してるのかもしれないですけどまあ一回外したらもう多分冬になってもあんまりつけはしないんじゃないかなと思うあれすっごいわ後から僕一回もつけてないかわからんかったけど、はい、あれ相当体に悪いですよいやそうですね年中つけとったら、うん、あれ CO2 吸ってるんでしょまたそうですそうです、はい、ここから出てない、はい、ずっと吸い続けてるでしょ、はいはい、酸化水老化しますよね、うん、体ね、うん、はいダメですねあの面白いねだいぶ変わってきたなほんだらまあだいぶ変わってきてるような感じはしますね。ご年配の方でも外してる方も結構増え見かけるようになりましたしね。やっぱほんなら右見て左見てもそろそろええかみたいな感じになってきた。まあこの間の土日の学会は7割ぐらいはマスク皆さんお医者さん外してましたけど、うん、やっぱ3割ぐらいはまだつけれてる方いらっしゃいましたね。うん、まあまあそれはまあそれで自由やから別にええねんけどな。まあ、地方から東京に来た先生とか、やっぱ東京人が混みが怖いっていうのもあるかもしれないですけど。まあ、人混みって言ったって、免疫学もうちょっとあなた学べみなさいよみたいな世界よな。ですね、うん。体なんて菌だらけやねんから、そもそもみたいな話やねんけどな。まあ、でもこれから三沢さん、もう三沢さんは今までもあれ見てるからあれやるけど、お医者さんによって差がすっごい開くな、間違いなくもな。うんですね、はい。で患者さんもあのお客さんの感じになってきたんでね、ほんま、ほんま変わってきたよ、この1年で。うん。もうすっごい変わったよ。だから、あの、不安みたいな、になってくっついてる。だから他の先生とかもそうちゃうんかな、多分。うん。1月に1回とか2月に1回、もうそこでに必ずこう、なんていうかな、なんちゅうかな、なんていうか、もうサロンみたいな感じになってきて、だいぶ変わるんやろな、これな。ああ意識がなもうなでもこれからな俺思うけど後からそういうところっていうのはそういうところはもうなんて予約でずっと埋まってて、うん、なかなか新規が入れませんみたいな世界になっていってな、うんうん、であと飛び込みで行けるところはもうろくでもないとこみたいに分かれていくような感じ、うん、まあかもしれないですねそんな感じになってきたわ、うん、一元さんお断りみたいになっていくわ最後はもうあの旅館みたいにな、はいうん、そんな感じに変わってきたわやっぱり、はい、でお医者さんもそうやし看護師もそうやねんけどほらもう訳のわからん人を相手したくないっていうのがあるんですよみたいなまあそうですよねもう訳分かっていると直してあげようと思ってももう大変じゃないですか、はい、ああせっかくいろんなこと施術してねねいろんなことコンサルしてねやってんのにその帰りにコンビニ行ってなんかドーナツ買われたらたまったもんでしょですね本当にもうだから訳分かってる人相手にしたくないっていうのは正直なところやと思いますよ、はい、ですね。どうよその先生もそんな違う、まあまあでもやっぱりそうなってきてるんじゃないですかあの我々が行くような先生はね、うん、これあの波川先生で知ってる知らんか波川先生じゃないです、うん、どちらの先生うちあの院長が八尾の知り合いであの点滴療法柳沢先生のところのメンバーです、うん、あと石黒先生も知ってる石黒は違うんかな、うん、最近の点滴の先生ですかん点滴の先生ですか点滴療法会もな面白いですよみんなもうあんまり病院行かんともうそのな大工始めたとかなそうなんです、ね、大工になるために毎日山にこもってなんかやってるとか、うん、若い先生ですか若いですよまだであとそのさっき言ったような先生その山本先生なんかは、うん、蜂蜜はい蜂蜜作るから養蜂場、はいはい、をやってんねんまだ山にこもってあそうですか養蜂場やってみたりあと鹿打ちに行ったりへなんか最近そんな人増えてきたよもう、まあ、京都 の, あの
お世話になった先生も最近農家、農作業ばっかり。そうでしょ。なんか自分でこう違って。なんかそんな人すっごい増えてきたんですよ。なんかもう畑やるとかな。なんかもう無農薬の野菜がないから。そうそう。で、海外もう頼ってらんねえから、そうそう、その肥料とかも。もう肥料とか使ったらダメだ、みたいな。うん、なんかすっごい頑張っていらっしゃいますけど。俺ちょっと虫嫌いやから農家は嫌やけど。いやー。ヴィーガンレストラン作って。うん、まあ、結構前からやってますよね、ヴィーガンレストランを、うん。だから、まあ供給量としては全然追いつかへんけど、うん、一つのその診療所みたいなところ、クリニックみたいなところが、そこの患者さん、なんていうかな、そこに来てくれる患者さんにだけ販売する野菜を自分のところの畑で作るみたいなんて、多分出てくるんじゃ、うん、違うかなと思うね、もう。普通の人には売らんけど、みたいなな、はい。なんかそんな形に全部立っていくんじゃんかな。うん、だから診療所なんか何なんかようわからんみたいなな、はい、まあ美容の先生の中で最近ジム併設したりとか、まあ、カフェやったりとかっていうのがね、一緒ですよ、徐々に出てきてますよね、うん、だからそれを健康に特化したような、うん、ああで、あと僕思ってんねんけど、子供子育ての人の、うん、子育て中の人の子供の寺小屋みたいなのをやるとかな、多分、うんうん、今めっちゃ増えてきてるんですよ、寺小屋。そうなんですか、有志やけどね、授業料取ったりせえへんけど、その学校行かん子増えてるんで、あ、うん、もう学校意味ないって、うん、みんなは気づいてきたからね、あ、うん、要はなんていうかな、思想教育とか、うん、あ、もっとその教科書的なもんじゃなし、そのさっきの健康の話みたいなやつとか、うん、ああいう根本的なものを勉強していく、学んでいくみたいな、寺小屋、うん、あんなんがいっぱいできてくるん違うかな、だからさっき、そんなもん、まあ確かに今の学校教育で社会に何の役も立たないですからね、うん、それがでもこれ一気に誰かが何か仕事与えてくれるっていう時代も終わりましたからね、ここへ来て一気に気づいたんですよ、若い子が、まあ、まあ今までも気づいとったんやけど、うん、その実行に移し出してきたってかな、うん、若い子がもうこれは意味ないなと、うんうん、でそこへやっぱ受け皿のフリースクールとか寺小屋みたいなのが出てきたっていうのがやっぱすごいですよね、うん、うん、だから学習塾なんかも、まあ残んのは残んやろうけど、何やってんのっていう世界になるんちゅうかな、まあまあ二極化するんですよね、そこら辺でも、うん、まだ偏差値やりますかみたいな人だと、はいはい、もう全然違う世界行った人だと、はいはい、だから寺小屋行きながら畑、有志が集まるからね、畑持ってる人らのところの畑で、漁業ができる人のネットワークもあって、はいはいはい、で子供もそこ行って、あっち行って、はいはい、こっち行ってみたいな、うん、でそういう人たちのネットワークの中で言ったら、やっぱ神主さんとか、うん、まともなお坊さんもネットワーク入ると、週に1回の授業でそっち行こう、うん、こっち行く、はいはい、いやーすごいこうできると思うで、そんなの確かにそうですね、はい、うん、要は寺小屋ってイメージあれですよ、あの伊沢さん、なんかちょっと世の中の今とはピントがずれてるけど、未来の先へ行ってる人らの一流みたいな人が集まってる寺小屋みたいな、うん、はいはい、先生ら、はいはい、うん、教えること全然違うでしょ、そうですよね、うん、なんかなんていうか、ぶっ飛んだことを教えるみたいな、はいはい、ああいう世界っていうか、芸術家みたいな人いっぱい出てくるんじゃん、うんうん、まあ日本の場合はそういう人が少なすぎるってよく言われますもんね、うん、そうそう、いまだに、うん、いい大学行って公務員になろうっていう人もうおらんようになってきたもんな、そうですね、もう、うん、それはあると思います、将来になりたい職業でも絶対公務員って、私の時結構まだ小学中学校ぐらいの時とか高校ぐらいの時あったでしょ、やっぱ公務員目指してる人結構多かったですもんね、あったでしょ、はいはい、でもちょっと前もあったんですよ、 3,4 年前も、コロナの前も、うん、なりたい職業、公務員、はい、安定してるから、あ、なんかあったかもしれないですね、あったんですよ、それ、はいはいはい、崩れたもんだから公務員になってどうすんのみたいな子が増えてきたんですよ、あなたは、あ、公務員もなんか大変そうですもんね、相当大変でしょ、三沢さん無理やと思うで、まあ、絶対無理ですいや、打てへんかったでしょ、はい、うん、打ってない時代のそんなもん圧かけられたら無理ですいやこれな減っていくな、そういうのかな、うん、あ、だからもう
なんか上から言われたことやってるだけの仕事がもうほぼなくなっていったら、学校意味ないよな、もう。ないと思いますね。バカ育成してるようなもんやんな、あれ。自分で考えなあかん時代やもんな、これ。本当に、もう先生が言ったからっていう、もう軍隊的な考え。うん。は、なくさないといけないですよね。どっちか。まあ、ある程度の、なんていうか、こう、社交性っていうか、うん、こう、協調性とかは必要だと思いますけど、うん、まあ、相手のことをこう思いやる精神。そこは一番大事だな。ただ学校のあの教科書の勉強、これ何の意味があるのって気づく子の方が俺感性豊かなような気するな、はいはい、うん、あれ何も気づかんとやってる子の方が大丈夫かなと思うけどな、あれですね、なあ、ますますあれやな、もうなんていうか Z 世代っていうね、ああ、はい、Z 世代ですね、うん、すごいよ今の子ら、あの賢いよ、びっくりするぐらい、うん、もう先行ってますよ。もうなんか、なんていうんかな、なんていうかな、その、もう自分だけみたいなのがないっすわ。もうみんなでシェアしましょうみたいな。なるほど。友達と仲良するしね。まあでもうちの会社ですら、20代の社員は、うん、あの出世欲ないですよ。ないでしょ？はい。うん、あのそんな大変なところに行きたくないみたいなとか、うん、あの責任を重たくしたくないとか、うん、そこに価値がないんですよ、もう。まあまあそういうことなんでしょうね、うん、だから、うん、責任とかっていう言い方するけど、それもそれであんねやろけど、そのしなんていうかな、名誉とかそのお金とかに魅力を感じてないんですよ、もう。と、まあ人にもよりますけど、やっぱりこう仕事を与えてほしいっていう、あ、それはあるんや、人もやっぱ中にはいますね。それはちょっと答えるな、きついかもならんな、うん、まあ、人によってはね、あのなんていうかこうワードの中の一コマでいいっていうのは、ね、うん、ちゃんとなんか積極にやる人もいますけど、うん、人によってはあのなんかやっぱ与えてもらえれば頑張りますとか、うん、こういうことやってくださいって言ったらもう必死で頑張りますとか、うん、タイプもありますよ。でも、まあ、同じ会社の中でもちょっと仕事としては、まあ、若いからの、うん、変わっていくやろうけど、まあまあそうですね、ちょっと自分でな切り開いてもらう、まあでも今までの時代って勝手なことやったら勝手なことしやがってって怒られたからね、まあまあまあそれはありますけどね、上司でな、はいはい、そんな勝手なことするんだからな今までそうやったのにこれからは自分でやれって言われてもみたいなまあまあまあそれもあるかもしれないですよね。あったよね、そういう大きい会社だったらまああったかもしれないですね、ね、はいはい、そんないらんことするなみたいなね、はいはい私はもともと小さい会社だったんで、フジテックスもまだ20億ぐらいだったかな、最初の入る時で、うん、もう何やってとか、まあ、1年目の最初のぐらいはありましたけど、うん、もう何を商材運んでこようが、まあ、商社だったんで、うん、もう自由でしたもんね。いや逆に勝手なことしてもらわんとね、うん、先進まんよな、はい、お客さんがこういうのないかって言われたらそれどっかから見つけてきて、うん、仕入れてとか要は小回り聞かなあかんねんからね、はいはいはい、これからあれやな、みさ、俺も大企業はしんどいと思うわ、これですね、思わ、うん、もう歪み来てますよ、まあっちゃこっちゃね、ビッグモーターとかな、うん、あ、やっぱ歪んでますよ、もう、ですね、無理に無理がたたってますよ、あれだけ結局売り上げ上げなあかんからあんなことやってんねんからな、ですね、うん、営業マンの気持ちはもう分からんでもないわ、だって修理にノルマあるんですよ、ね、そんなんある？いや普通そこにノルマつけたらダメなことですからね修理にノルマつけたら潰さないしゃあないやんって話になる、はいはいはい、まあでもねこれすごくあの感じたのがフジテックスで、うん、あの環境機器、うん、あの廃棄物業界の機械の、うん、まあ、販売やってるんですけど、そこのサポート部門があるんですよね、うん、その修理とかの対応する、うん、そこに一回ノルマがつけられたことがあって、あ、それやったらダメだろうっていう、なるよ、だからな、うん、でもやっぱりその、まあ、企業なんで営利で動かないとダメなんでしょうけど、うん、
ただあんな割れ規模ぐらい大きくなると利益出すとこと利益出さなくていいところを分けんとあかんわ、分けるっていうか、それがサービスとせんと。いや、そうなんですよね。そんなもんで利益出せ言われたら、修理なん板金なんてけえへんかったけえへんもんね。いや、そうなんですよね。うん、はい、それまだ自分の車内に入ってきた車を叩いて潰してるからまだやけど、もっとひどあれエスカレートしたらその辺の車をどっか行って叩いてきてで、なんか壊れてるみたいで、これでよかったチラシ持ってって次の日チラシは持ってた感じやけどやりかねんよな、もうそこまで。たまたま通ったらこれやばいですよみたいな。そう、だからやっぱ歪みが来てますよね、あれもう。ですね。結局あれでしょ、限界ってことなんでしょ、もうやっぱり。まあ、そういうことなんでしょうね。うん、そんな難しい話じゃないですか。だから怖いのがこれから製薬メーカーがどうするんだっていう。だいぶ利益上げたじゃないですか、ここコロナで、うん、ワクチンも。まあ、でもアメリカにもし追随っていうか、アメリカと同じ道を行くんであれば、全部ダメになるって感じでしょうな、うん、ファイザーもあれへんももう全部あかんから、うん、ねえ、その利益下げるわけにはいかないんで、うん、企業としては一回潰されるんじゃないですか、もうその利益をどこでカバーしようと動くかっていうのが、ちょっと今後どうなるかなって、ちょっと見ないとあれだなと思うんですけど、うん、でも製薬会社って基本的に製薬なんて人間の数と病気になる人の数に比例するでしょ、売上って。そうですね、人口減ですよこれから世界中、はい、うん、縮小しか無理ですよ、うん、リストラして縮小して、うん、で病気に病院もう今の断根の人らが死んでいったら日本の場合なんて病院食いとおらないようになりますよ、うん、もう。いや、それこそ今までだったら全然気にしないでコットで治ってたようなやつを大げさに取り上げてそれの治療薬作ってとか。あ、やるでしょ、出てくるかもしれないですね、うん、マッチポンプはどんどんやるでしょうね、うん、そら、あ、それこそもっと変なあれちゃいます、これ製薬会社なんていうようなもんだ、うん、頭が良くなる薬とかね、うん、あと何やったっけ、なんかで、この間もね、だからそのまあ必要なんでしょうけど、そのアルツハイマーの治療薬が今承認されるというか、承認されたら、まあそれも治るわけじゃないじゃないですか。あの遅らすっていう薬ですよね。エーザイやったっけ？エーザイ、はい。アメリカ、まあ、必要なんでしょうけど、もっと栄養でもなんかいろいろでアプローチできるのになとか思いながら、うん、もうどうなるんやろって、まあ製薬は製薬で必死でやるやろうし、でまあ。メディアも政治も製薬の金が一番大きいからね。まあ、そうなんですね。やっぱ動いてる金が。うん、そやけど、あれ、やっぱ飲む人と注射を打つ人がおらんといかんので、患者が。まあ、そうですよね。うん、でも、もう、さ、10年、あの弾痕が死んでいった病院いかんって、みんな。もうこんだけバレてきたら、もうよっぽどやないといかんってよ。うん、で、ちゃんと見ると思うわ。これ、いりませんからとか。うん、はいはいはい。これ、なんで飲まないといけないのみたいな。うん、だって、一番上の世代が今60代ぐらいあってくるでしょ、まだ10年も20年もしたら。まあそうですね。だいぶ変わるよ。うん。だいぶ変わると思うわ。まあでも制約やから怖いよな。いや、そうなんですよね。筋巻くもんな、あの人。いろいろ目に見えなくて何でもできちゃいますからね。あの人ら、コオロギ食わして、また病気にさして何か薬作るでしょ、どうせ。ねえ。だからさっき言ったように食い物も本当自分で畑で。やって、うん、魚も自分で取ってくるっていうふうな世界になるわな、うん、やっぱもうこれが信頼できる人のネットワークの中で直販で買う、うん、もうその世界になってるよね、今。まあまあ一部なってきてますね。ねえ、ちょっと裕福な人らもね、うんうん、でそこへ福島でまた水まくぞってやってるんでしょ。そうですね。で漁師を怒るみたいなね。あれもでも決定早いですね、国。なんであんなもう、え、明日からでしたっけ、明後日やれって言われてるんですよ、あれ、うん、やれって言われてる。もうちょっと話し合いの時間ないかなと思いながら。いや、戦争やらんから、うん、うん、中国と早韓国、あの中国と、うん、一戦交えてほしいんやけど、うん、やらんでしょ、うん、ネタにちょうだいんですよ、あれ巻くと。なるほど。まあ、向こう怒ってくるでしょ、また、はい、だから早負け早負けって言ってやられてるのさ。なるほどなるほど。ひどい話ですよ、あんなもん。でも広いんやから大丈夫やけどな、あんな別に巻いてる。まあまあまあ大丈夫でしょうけどね、うんうん。でもネタに取り上げられません。うん、日本はあんなことしてるって言ってね。ですね、うん。
まあでも、いやほんま三沢さんが用意してるけど制約は怖いからね。いやそうなんですよね。いやそれだけちょっと私もあのどうしようもない部分でビビってます、ちょっとだけ。だから薬、要は薬を売ろうと思ったら病人がいるわけなんですよ。それを作り出せる方たちじゃないですか。だから畜産なんてまさにできるじゃないですか。はいはい、農業もできるでしょ、もう農業からやってるでしょ。はいはいはい、農業、畜産、うん。でも、本当の海洋資源はできないと思うんですよ。あ、そうですね。はい、ただ養殖があるでしょ。養殖ができますからね。養殖、マグロになんか変なことするとかな。はい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 、だからこれ、やっぱり人工的なものは怖いよ。いや、そうですよね。うん。挙句の果てに空からなんか巻くでしょ。ねえ。で、水道もやられてるしょ、今。はい、これなぁ、みたいな。あんな金さえあれば何でもやれる連中やからね。ミネラルウォーターまで、なぁ、なんかされたらね。もうね、どうしようもないですもんね。うん。それを10年、20年かけて体を悪くするのも入れるでしょ、あれ。はいはいはい、気づかんよ。はいはい、やっぱ怖いよな。いや、怖いですよ。真剣に考えたら怖いですよ。ねえ、はい、うん。まあ、やっぱデトックスしていかないとダメでしょうね。デトックスやな。あと、瞑想と。入れますね。瞑想とデトックスと。はい、もうね、コンビニからは逃げる。はい、すごいな。どう思います？なんかやってくるでしょ、また。いや、やってくるでしょうね。あの、だから、本当にワクチンがもう、打たなくてよくなったら、まあ、コロナが抑えまって、売り上げ減るじゃないですか、うん、完全に。うん、しかも、あんだけ美味しい思い、大幅に。美味しい思いしたからね。ね、知っちゃって、ね。うん、で、株主からは、利益下がって、言われるでしょ。うん、で、そこへね、うん、日本の場合もそうなんですけど、これもう医療費無理なんですよ、土台、うん。でも、あの医療費という税金はあいつら製薬会社食うてるわけでしょ、結局は。医者に薬出させて。うん、あれ減ってまうと、ますますどんなことになるのかなと思って。いやー、やっぱりなんかいろんなやつ取り上げてくると思いますよ。あ、はい、ネタにするわな、んで。まだ、大したことないやつを大げさに言うぐらいだったらいいんですよ。うん、本当にやばいやつ、分かれたらやばいですよね。そう。だから高血圧をね、うん、今まで160高血圧の基準をやったのを140よりして薬出すとか、はい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 、まだ可愛いレベルです。まだ可愛いレベル。はい。ほんまに変なもん巻きそうでしょ？そうなんですよ。基準に下げられるぐらいはね、もう自分が気にしなかったらいいだけなんで、あれですけど、本当にやばいの巻かれたらね。うん、でも僕らはまだいいんですよ。あの、考えれるから自分の頭で。うん、学校給食っていうのがあるんですよ。あれが怖いんですよ、やっぱ。もう問答無用でしょ、子供なんて。ねえ。うん。私、弁当持ってきますって言われへんでしょ、先生怒るから。はいはいはい、怖いよー。だって、徳島コオロギ出してねえんで。はい。やばいですよね。コオロギパウダー入れられたら分からんからな、もう。学校の給食に。で、しかも、あの、こないだ、あの、甥っ子もそうなんですけど、小学生で、うん、そういうのを食べれる自分が褒められると思ってるんですよ。そうなんですよ、うん、そうなんです。大人はなんか気持ちが悪くて食べれないけど、あの、僕食べれる偉いでしょみたいな。で、給食残したら怒られるでしょ、はい、昔ね、あの瓶の牛乳飲み残した先生に怒られたんですよ、はい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 、飲めって。そうですよね、はい、あれ、はい、今考えたらもう、すごいあれよな。あれ時と関係なく飲ませてましたもんね。あれ、あれ今考えたらすごいなんか体罰よな、うん、はいはい。うん。そんなん飲みたくないやつにお茶にしてよと思うよな。はいはいはい、牛乳飲めって無理やりこう、鼻つまんで飲まされましたよ。はいはいはい。そんな時代ですよね。いやー、これ学校給食めっちゃ狙われると思うわ、今回。うん。いやー、でも牛乳なんかもう、子供なんか今、いっぱい飲んだら褒められると思ってますから、今でも。うん、まさに酪農なんて何入れられても分からんすよ、うん。もう牛そのものが、うん。牛そのものが侵されてるってことからね、はいはい。そうなんですよね。ああいうとこですよ。給食とか、あと介護施設とかな、はい。病院で入院して、病気になって入院してる人の病院食にまた変なもん入れられたら、たまったもんじゃん。そうね。本当に。製薬って一番えげつないもんな。いやー、怖いですよ。な、本当に奴らは怖い。
がんがやっぱ抗がん剤は儲かるもんね。うん、がん減らすのは一番嫌よね。だってこれだけ医療進歩してるって言いながら、なんでがん増え続けてんのって話じゃないですか。絶対に減らさんもんね。ね、うん、でさ、何人に一人はがんだって言って、がん保険もね、はいはい、がん保険で儲けてがんに差しといて、また抗がん剤で儲けて、もう何回やんのよみたいな。な、本当にあれでも俺絶対思うけど、皆さんね、本当にがんじゃない人もがんにされてると思うで、あれ病院でですかね、うんうん、絶対そう思う、うんうん、もう自分が判断せなしゃがないわ、これ言われても、うん、ああそれこそがん言われたらガーンってなってね、はい、あなたあと3ヶ月ですって、もう何ちゅうんかな、あのクロージング、うん、もう営業マンのね、最後のこう落とす、うん、あなた3ヶ月ですと。ひどい話ですよね。ひどい話やな。いや本当に本当にそうですよね。続くでもずっとそんな。まあまあ、まだ騙せる人間がいっぱいいますんで、続けるんじゃないですか。うん、いや、それが死んでいくまで続けるんかな。うん、